分かった瞬間。皆さんこんにちは、高橋俊美です。そして星澤です。そして今日はウムゴルク2号です。2号来た、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も太平洋クラブ御殿場コースの練習場からお届けします。はい、はい、ということで、はい、ウムゴルフ君がアプローチを持って、まあ、分かったこと、なんてもうさ、ウムゴルフ2号俺思ったもん、はい、アプローチだなって、はい、永遠のテーマでしょこれ。もう何年ですか、はい、イップス。いやもう十何年っていう、はいはい、だから難しいですよ。そうですね。もうこれはね、病んでるから、うん、そうですね、うん、あのね、打ち方うんぬんは分かってるんですよ、うん、もう理屈は、はい、で分かったって言うんだけど、はい、本番の時に心臓が、はい、脈拍が150なんですよ。だからダメなんですよ。振り回り、本当に花道とか行った瞬間に、はい、もう終わったなっていう感じ。あ、花道の方が嫌なんです。そうです、花道、あのラフの方がまだチャンスある。 ラフは思い切って打てるじゃない。そうです、あ、そうですね、うん、だからそういうバンカーショットとかまだそういうのはいいと思うよ。そうです、バンカー入ったらもう本当に、はい、バンカーとかロブとか、ね、むしろラッキー。むしろラッキーです。そんなことあるんですね。バンカーとかロブの方が思い切って打てるから、はい、よくて、花道から優しいアプローチがウームゴルフ2号の場合は永遠のテーマですから。永遠のテーマ、はい、じゃあ今日は分かったということなんですけども、はい、何が分かったんでしょうか。アプローチの打ち方が分かったですか。あれ10年かかって、はい、10何年で、10何年、分かってたじゃない。そうです、分かっ、はい、いろいろ分かってたんですけど、はい、ちょっと2個あって、はいはい、それどっちが合ってるか、なるほど、聞きたいなと。いいですね、じゃあやってもらいましょうか。はい、はいはい、じゃあ早速やっていきましょうかね、はい、お願いします。お願いします。何が分かった。もともと結構まあちゃっくりちゃっくりねが多かったので、でもちゃっくりする人はちゃっくり しなかったらトップもあるもんね。そうなんですよ、ちゃっくりトップはもう、うん、あのセット販売で、ね、そう、間違いないね、はい、そうなんですよ。それでそのちゃっくりを、直すためにじゃあどうしたらいいですかっていうのをちょっとあの動画上で聞いた時に、はい、視点を変えなきゃいいよっていう、視点を、あ、まあ、そうですね、さっきのあの低い位置っていうところにはつながるかもしれないですけど、はい、本当にもうだからこうやって最近本当に手首だけで、え、マジですか、はい、やってんの、打ってる時があって、うん、ただその手首だけで打ってるんですけど、ここでお腹にこれが、なるほどね、ポンって当たっちゃったりするので、うん、ちょっとハンドアップにしたりして、うん、いろいろちょっとアレンジを加えてっちゃったら、うん、まあこの1個目の分かったはちょっと消えて、今消えつつあるんですけど、なるほど、はい、でもう一応これで何回か、はい、打ちたいなと思います、はいはい、分かった。その手だけポンってやってるんですね、はい、これですね。その目線の位置を変えないってことね。目線の位置も手の位置も変えない。これ実際嫌な距離ってどのくらいのこと言うの。嫌な距離はもう本当にグリマ、あのボールが、ああもうそれだけね、とか逆にだから本当にそこのとこにいいわけね。そうです、10ヤードぐらいのところで、30ヤードとかちょっと離、40ヤードとか行けばちょっと動き出すので、バックスイングできるといいんだね。そうです、 OK。 これはもう100点です。今100点ですか、はい、だって今なんて別に全然おかしくないもん、はい、あ、いいですか。いや今の打ち方は全然ありですよ、1個は。 ありですか。だけど多分コースじゃダメだろうなと思うけど、そうです、コースではあの本当に素振りの時にあれ引っかかんなとかなんかドキドキしちゃうんですね。やっぱり先ほど芹沢さんもおっしゃったんですけれど、そうするとちょっとハンドアップにし始めるんです。はいはいはい、ちょっとする感じでね。そうです、それでこれをやると、うん、こうあの釣ってのこれは良くないですよ、はい、あ、良くないですね。だって釣ったことによって、はい、ハンドダウンしているのに対してコックはしやすいけど、ハンドアップしてもコック釣ると垂れるから。そうです、それでちゃっくりが増えてきたんですよ、はい、出ますよ、はい、でも実際その、はい、例えばお腹が当たらなければこの普通に構えてこれはショート、いやこれは技術として持っててもいいってことです、はい、だってコック使って当てるんでスピンがかかるんですよ、はい、ちょっと鋭角に入るんで、はいはい、だけど病気の人が手首を使うことは一切やっちゃいけないの。あ、病気が治らなくなっちゃうってことですか。もう治らないです、多分。あ、ただたまたまうまくいける時はあるけど、はい、嫌だと思った瞬間は多分ここがチクって絶対ぶつかります。そうです、まさにおっしゃる通りで、はい、あ、なんかちょっとこのライン嫌だなとか、はい、ちょっとあのドキドキし始めたらなんかこう急に当たり出すんですよね、うん、え、2個目は、あ、2個目、ごめんなさい、その1個目は、はい、それね、うん、2個目がですね、うん、もう本当にパターのようなグリップをしてくださいと、はいはいはい、で、パターみたいな感じでウェッジを打つとどうなりますっていうお話からだったんですけど、うんうん、それは普通に例えばこれできるんですよ。もうこれいいじゃないですか、赤道で打つ、はい、もちろん、はいはい、でその赤道からじゃあちょっと3分の1ぐらい下、うん、赤道のちょっと下に当ててくださいねっていうことを言って、そしたらちょっと上がったんですよ、うん、
で最後は、うん、その流れのまま一番じゃあボールの下に当てるような感じで打ったらどうなりますかって、はい、でこれもできたんです、うん、こうやってこれはだって一番それが一番いいですよ。あこれは、うん、だって要するに三角形を崩さないで打つことが一番いいことで、はい、これは絶対危ないですね。だから三角形を崩さないことが一番いいけど、はい、要するにこうすると多分フジャッとかピタッとくるんで、うん、パターみたいに構えてノーコックで振る、うん、こうやってね、これはだからアプローチがまず苦手な人で一番うまくいく方法の一つです、はい、これはだからこれは分かったでいいですよ。分かったでありがとうございます、うん、だから実際これがコースでできるかできないかっていうのは実践してみなきゃ分かんないけど、以前もパターみたいに打ってくださいよっていう話だったんですけど、うんはい、その時はもうパターのグリップっていうよりは ウエッジっぽい、ね、ちゃんとフルショットのグリップでやってたんですよ。こうやってだからウエッジっぽく持つと多分少し濃く使うのやっぱし、はい、そうですね。そうすると結果は同じ結果なんですよね。だから絶対に悪い人っていうのはもう絶対に手首使っちゃダメなんですよ。うーん、はい、でそうです。それで本当にパターのグリップをイメージしたら、うん、やっぱりちょっと本当にどこに当てるかなとかっていうのはちょっとするしかないからね、はい、だからこうやって三角形むちゃくちゃいい動きするじゃないです か, ですか。これができればこれは分かったでいいですよ。ほらここの動きが全く動かない、うん、一緒、うん、こうするとやっぱり少しこういう手首の自由感があるでしょ、ここにするとそうですね、ちょっとこ うやりたくなるというか、これ出ちゃダメなのこのたまりがだからもしやるなら思い切って普通に構えてパターの逆半と一緒で逆手にしてやってもいいんです、はい、これ、こう、はい、クロスハンドというかクロスハンドで普通に打てば左サイドとここが一体感になるんで、はい、意外と体で引っ張れるかもしれない。これって一回ちょっとトライしてもいや音ある左に回りやすい、ちょっとこれでやってみて。フォローは出ます。フォロー出るでしょ、はい、そしてやれば少しはそう左手が一本か下るもんね。そうこれアプローチで右手の角度大事って言うじゃないですか、うん、崩れなかったです。崩れなかったです。そうですよ。だから左手がリードできるだけにここが変な動きできないですよ、ね、そうです。こうやるとこうなるからね、初めての感覚かもしれないですよね。だからこれもう一回やってみて、はい、だからこれはまずただコックを使いたくなるのが一番良くないんで、はい、だからもう自分がもう打てないと思ったら自分がロボットにならなきゃダメ。アプローチは飛ばさなくていいんだから、もう腰から腰の高さまでだったら本当にもうこの感じでいいです。だから左手一本にして、そう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 、あめちゃめちゃ抜けがいい。そうすれば自然にこのままこっち向くだけなんで、はいはい、抜けが良すぎて逆に本当にびっくりしましただもうそれ本当に素振りだけで、ね、今みたいにスッといけばいいんで、うん、そうアプローチなかなか素振りで下すんなかったんですよね普通に打つとこれだとこうなんかこういう感じでだんだん浮いてきちゃってるんですよ。だんだんとね、うん、それでもうちょいゆっくりできればいい。早いあちょっと早いです、ね、早いでもこれはやっぱりちょっと不安がどっかに入ってるとどんどん速くなるからね、はい、そうそのぐらい、はい、でもね正直言って、うん、練習はできるんですよこれはでもだから自分がどこまで本当にロボットになるかなんだけど、はい、あとはだからもう前も何回も言ったかもしれないけど、はい、持って、はい、このでここのこれが絶対にバックスイングからフォローした時までここがついてるようにね、ここが自分で逆にボーンとかなったりこうならないようにね、さっきのやつですねあ、外れるわ、テイクバックで外れます。バックスイングも外れないにゆっくりやって、そうそのリズム、そのリズムだからバックスイングがどんだけ自分が速いか分かるかな。そうですね、めちゃめちゃ速いです。その脇につけたまま
お、いいねいいね、そうそうそう、それ綺麗、もう完璧ドロップ、あのロボットだね、あいい、優しいじゃない、うん、そう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 、だどんだけ早く上がるかね、そうですね、うん、正直もうちょい長く持っていいよ、もうちょい長く持っていい、そうした方がいいね、そうすればお腹にもぶつかることないから不安だからどんどん短くなるじゃない、そうですね、そうやって自然体に立って目線を変えないことと、はい、あとこの左サイドが一切余計な動きをしない、もう自分の中ではもうロボットの感じで、はい、でボールを上げようとかという意識を一切なくすこと、そうでしょ、だからゆっくり、そう今のゆっくりのバックスイングができればいいよね、あ今ちょっとちゃくったんですけど、うん、でもちゃくっても左にフォロー出るから飛ぶんですよ、はいはい、今まであれが着ったら着るだからそこしか行かないでしょ、そうです、つけてるから体に回すんですよね、これが体で回すって、そういうことですだからもう手首でやりたくてしょうがないんだもん、そうですね、うん、自分でやっぱり前も言ったかもしれないけど1、2、1、2ってこういう感じ、リズム1、2、そう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 、1、2、あいいねいいね、1、うん、で今のは1、2で上げようとするよね、1、2ってここは絶対伸び上がらないように、やっぱりちょこっと自分で上げたい気持ちが入っちゃうね、はいはい、素振りはちゃんと頑張ってるのにさ、そう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 、うん、そう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 、あそうそうそう、今いいね、我慢しました、うん、結構だから我慢することが必要で、もうここで全部やっちゃうから、はい、だから自分の感性ゼロにしなきゃなの、逆に言えばもうここブロックされちゃって、はいはい、もう逆に言えば自分が動きたい動きをしちゃったら絶対ダメです、なるほど、完璧にブロックすることです、下半身も力入れちゃって、下半身ドシッとしたら、はい、逆に言えばここから手でいくんじゃなくてここから全部左回したんです、ああ上げたら、上げたら手でいくからいけないです、体回したていいんです、そうそうそう、あ今いいね、だ手を走らそうとしないで体を回したていいんですよ、 OKOKOK、うん、ゆっくりでね、そう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 、グー、うん、そう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 、グー、今のいいですね、ちょっとこれ棒抜いて、今の動きいいですよ、はい、左向いちゃいましょう、うん、今いいけど正直って今ここで一回たるんだ、あの分かった、ちょっと自分出しました、ダメ出しました、やりました、ダメですそれ、はい、だからいかにこの三角形がもう全く動かないように出るか、はい、はい、ということでアプローチのレッスンしていただきました、はい、2つ分かったうちの1つはダメということで、はい、で1つはよしと、まあ、一つはいいと思いますね、はい、三角形を保って、三角形保ってパターと同じようにこうやって釣って打つってことは、はい、三角形が動かないので、はい、要するにどっちかといえばパターの距離感って上手い人はアプローチの距離感も上手いんですよ、あだけど結局アプローチするときはちょっと手首をこう使う、はい、だからパターも、いやでも実際でも言えることはね、パターもこうやってコック使ってこう使って打ってる人だったら、うん、はい、例えば青木さんとか、ああいう人はアプローチもこうやって打つわけですよ、だからそれはそれでパターの流れから合ってくればアプローチもいいんだけど、はい、いきなりアプローチだけこれはおかしくないですか、そうですね、全部のショットはそうじゃないんですけど、はいはい、でもだから結局動かないから音、はい、上げてポンと落としちゃえと、はい、そういう発想だったらあると思うんだけど、やっぱり実際はゴルフって一番大事なのは下半身がどっしりしてここに伝達する手の力に全部血液が流れた瞬間にここが震えてくるわけじゃないですか、はい、ね、パターもアプローチもそこを手が震えたら上がんなくなるんですよ、だけど肩はまあ上がるのよ、あ手首は上がんなくなるけど、うん、左手を前にするのもいい練習、これも練習方法としてはすごくいいと思います、はい、だパターがやっぱり普通にこう動かない人が手首使っちゃうからって逆ハンドにするわけでしょ、はい、だからそれと一緒なんで左サイドがしっかり動くんで、はい、それは悪いことじゃないと思います、はいはい、意外とその速攻性があるのはやっぱクロスハンドとかが、クロスハンドの方がいいですね、すごいいいなと思って、ぜひトライしてください、はい、ぜひあのクロスハンドでアプローチやってみてください、今日もありがとうございました、ありがとうございました、動画のご視聴ありがとうございました、チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております、また見てください。